パイルはアメリカのジャーナリスト。インディアナ州、デーナ出身。アメリカ陸軍予備役となったが、終戦直前であったため、第一次世界大戦には参戦せず、その後インディアナ大学へ進学し、中退後に地元市の記者となる。その後ワシントン DC の、ワシントンデイリーニュース神の記者となる。第二次世界大戦に従軍記者として同行し、 1944年にピューリッツァー賞を受賞するなど、第二次世界大戦期のアメリカの従軍記者を代表する存在の一人となったが、翌年4月に従軍先の沖縄県イエ島にて戦死した。彼は他の将校たちとジープに乗って移動していたが、日本軍の機関銃から射撃を受け、一旦は降車して身を隠したところを続いて飛来した銃弾に当たった。 遺体は一度現地に埋葬された後米軍基地に移され1949年にハワイホノルルの国立太平洋記念墓地に埋葬された。毎年4月18日に最後の地となった家村で慰霊祭が行われる。第二次世界大戦後に日本を占領下に置いた連合国軍最高司令官総司令部が 東京宝塚劇場を接収した際、アメリカ軍の強い要望により、アーニー・パイル劇場と名付けられた。アメリカ軍統治時代の那覇の国際通りにも、琉球列島米軍政府と琉球政府の協力で、アーニー・パイル国際劇場という映画館が建設された。アーニー・パイル国際劇場がある通りから、国際通りと呼ばれるようになったという。 アーニー・パイルが従軍ジャーナリストとして帯同した北アフリカ戦線のレポートをもとに映画 GI 上》が制作された。ありがとうございます。